どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。ニーナナーに始まりました。吉本新喜劇ニーナちゃんでございます。よろしくお願いします。早速今日のゲストお願いします。はい、マーミミーマ、前田大馬、どちらでもいいですよ。忘れてました。どちらでもいいですよ。これに行かせてもらいます。はい、前田大ちゃんでございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、ちょっとギリになっちゃいましたけどね。はい、すいません。はいはい、やったらやっぱこう響きますよね。変な声がすごい、すごい響きますけどね。まあ新喜劇ニュースのちょっと緊急事態といいますか、はい、がありまして、はい、実はまあ1週間前もいかへんかな、5日前、4日前ぐらいに、はい、マミちゃんとちょっと撮ろうとしてたんですけども、はい、直前にですね、マミちゃんから電話がかかってきて、その後に LINE がボーンって入ってきて、新喜劇ニュースのネタを集めてたら、はいはい、喫茶店で、はい、急に脱水症状を、そうなんです、熱中症みたいになっちゃって、なって、はい、気持ち悪くなっちゃって、はい、もうしんどくてすみません、今日ちょっと無理ですってなってちょっと立ってもフラフラやったんですよ。よう喫茶店で、そんなもうこのぐらいあったら、あっ立てないみたいな、座るまでは普通だったんですよ。はいはいはい、で考えてこうやって、うん、まあ、携帯でいつもこう、うん、はいはいはい、ってる、うん、あれ、うん、いやおかしいおかしい、なんか変な汗かいてきた、うん、で、熱中症みたいな、でその後本当にお会いしなくてよかったなと思ったが、熱が出たんですよ、はい、なんかね、熱出たみたいで、高熱バーッと出て、うん、これもしかしてコロナかって、うん、思っちゃうね、今やったね。で病院行って、うん、でも私扁桃腺が人より大きいみたいで、うん、はいはいはい、結構なんかよくそこなんか熱出るとか、そうなんね、腫れるとかよく言ってもね、はい、1ヶ月に1回高熱出してるんですよ、うん、でそのタイミングで扁桃腺腫れるだけでそんな高熱出るの、そうなんです、最悪やね。でコロナでもなかったですし、うん、でまた扁桃腺、うん、取りますって言われて、えお医者さんも扁桃腺取ったらもう喋られへんでしょ。そのなんか普通の人より大きい人は取るみたいなんですよ。あ、そうね、取ったらもう熱が出なくなった。あ、へえ。そうなの。でも声とか変わるんじゃない？とっても。へえ。そうかもしれない。うん、1ヶ月喋れないかもしれない。で仕事もできへんしね。そしたら入院なので、それちょっとな、かなかな。すいません。いや、とてもないです。遅くなりました。はい。皆さんね、楽しみにしてくれてるんで、はい。今日はね、本当お待たせしました。もう大丈夫です。はい。ダイエット情報は今も頑張ってるそうです。はい。早速、6月号の新喜劇ニュースいきましょう。はい、では、一旦でお願いします。どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇ニュースのお時間がやってまいりました。今日も明るいニュースだけをお届けいたします。今日もお相手は前田真美さんです。お願いします。お願いします。それでは最初のニュースです。高井俊彦さんがボーカルを務めるジ・白川バンドがエマージェンザ・ジャパン2024名古屋大会で見事入賞されました。残すは7月13日日本大会で、これに優勝すればドイツの野外フェスに出演できるというこの大会、オンライン投票もありますのでぜひ応援お願いします。はい、というわけですごいですね。すごいです。ドイツの野外フェスに出るんですか。はい、世界レビューですねすごいじゃないですか。すごいです、高井兄さん次の大会最重要ですね、これね。はい、すごいな、高井さん。バンド活動されてるのね、はい、我々もご存知でしたけども。そうですね、ライブなどもされていてね、ずっと前からね、バンド活動されてましたけど、まさかここまで来てはるとは思ってませんでしたね。すごいです。世界レビューに向けて今頑張ってるんですか。はい、投票日は、投票日は7月13日です。7月13日皆さん、はい、でございますので、ぜひぜひ皆さん投票よろしくお願いします。では続いてのニュースです。はい、7月14日日曜日、新名哲郎さん、大爆笑KKさん、リーダーのセカンドシアター新喜劇公演があります。1回目は12時30分開演、2回目公演は15時30分開演でございます。場所はイエスシアター。チケットは大人2500円、そしてお子様は1000円でございます。ぜひ皆さんお越しください。さあね、またやってまいりましたよ、セカンドシアター新喜劇。はい、ね、皆さん今回はどんなお話なんでしょうか。はい、そうですね、お話よりもその前にですね、はい、私はもう7回ぐらいリーダーやってるんですよ。お、
すごいです。あ、今回で7回目ですね。はい、はい、でまあいろんなね、もう最若手の住吉大和君と出会ったり、はい、先輩の、滝見さんと出会ったりですね、はい、後輩のモジャの社長ともやりました。で、はい、1人でもやりました。はい、今回がちょっと一番不安です。あら、はい、だから皆さんちょっとね、ぜひちょっと不安がってる僕、そしてあの相方であるね、今回リーダーの大部長 KK、はい、さんがですね、あのわちゃわちゃわなわななってるところ、ぜひこれを見に来てほしいんですよ。はい、まあ、お話はあの面白いお話だと思います。あ、もう固まってきてるということ、はいはい、まあある程度はそ半分ぐらいですかね、言うても。そうですか、はい。まあ、今回は夏ということで、はい、またあのニーナさんの刈り上げが見られるんじゃないかと。いやいや、あれはカツラが合わなくて急遽剃ったんですよ。今回見られない、はい、あれ以来、あの、カツラ屋さん、長野カツラさんがですね、はいはい、あれ以来ですね、カツラ被るときにですね、あのやたらやんげ長いカツラになってるんですよ。気使ってくれてるんですよ。気使ってくれてるんですよ。もう剃らしてしまったから。あら、そんなお気遣いないです。いいです、いいですよ。まだね、仮メロみたいになっちゃいますからね、本当に。はい、ぜひ皆さん、7月14日、セカンドシャダー進撃、ぜひ皆さん、お越しください。はい、では、続いてのニュースです。太田義信先生による合同ダイエットが始まりました。うん、奥重敦さん、清水博之さん、もじゃ吉田さんもダイエットをはじめ、グループでのトレーニングが始まりました。清水さんはマイナス7キロ、もじゃ吉田さんはマイナス5キロを達成しているそうです。いや、すごいですね。もう真剣じゃないですか、これ、はい、いや、でもこの前ね、清水さんいたって、もう昨日会いましたけど、全然わかりませんでしたよ、はい、あ、そうですか、はい、もじゃさんちょっと最近会ってないんで、マイナス5キロ、これもなんかもう戻ってそうな感じしますけど、これね。いやー、はい、そして、前田さん、はい、もう一つダイエット情報ありますね。はい、そうなんです、はい、なんと、親のまりさんがダイエットを頑張っており、はい、なんと、初めてから12キロ減。すごい。すっきりとしたお顔で写真を撮らせてもらいました、はい、お写真こちらです。はい、ポーズは尊敬する大好きなビーズの稲葉浩志さんのポーズだそうです。はい、最終目標の体型は井上尚弥選手だそうです。無理やろそれ。あなた無理、僕より多分あの軽いですよ、井上尚弥さんは。頑張ってます。はい、55キロぐらいやと思います。無理です、それはね、親の前さん。ほんで、あのビーズの稲葉さんのこのポーズよりも気になる、はい、映されへん T シャツの柄を着てくれ。本当にね、みんな、皆さんがね、よくあの夢の国行くじゃないですか、ね、あそこで会えるネズミさんですか。ね、ネズミさんがちょっと良くないことを、行動でしているというね、はいはい、そんな T シャツ着るな、お前は。いや、でもありがとうございます。すごいですよ、12キロ減。頑張ってます。頑張って、確かにこの写真めっちゃ痩せる顔ね。もうシュッとして、もう肩幅もすごく小さくなってました。すごいですね。いや、キャラどこに行こうとしてる。ほんまに面白いですね、これは。ちょっとイソジンのカバーと言えなくなりますね。ほんまですね、はい、キャラ崩してます。大丈夫でしょうか、これはね、気になりますけども。はい、皆さん、ダイエット、マミさんも含めダイエット頑張ってください。では続いてのニュースです。はい、森田信義さんがこの度股間の大事なところを手術されました。無事手術を終えた後、大事なところを見られたにもかかわらず、看護師の女性にサインを求められたそうです。はい、なんちゅうニュースでしょ、これは。すいませんね、女性の皆さんね、本当に。前田さんもすいません。ね、まあ、ここの大事なところといいますと、まあね、皆さん、まあ、ちょっとね、雑誌とかで、よく、まあ、コマーシャルでもありますけども、ね、タートルネックをここら辺まで、ね、着てるその雑誌とか、CM とかも昔あったじゃないですか。ね、うん、はい、それを、ね、男性のその、棒ですと。棒と見立てて、タートルネックをここら辺まで、ね、まあ、言うたら、もうこれ革ですよ、はい。これをね、ぐっと下まで、男性として一皮むけたんですね、もみさん。昔から、ね、なんでしょう、気になってるところといいますか、はいはいはい、やっとね、手術できたそうで、はい。よかったですね。はい、もう何人かで見られた。やっぱ手術前って。そうなんですか。一、はい、人の先生がいたって、皆さんよく見といてくださいねって看護師の皆さんに言って、見てた女性の中に森田さんが倒さされて、まさかのサインを求められて。そうです。すごいニュースでございます。すいません、はい、の皆さん、はい、ちなみに今も、森田さんの大事なところに包帯を巻いているそうです。
さあ前田さん、ここで緊急ニュースが入りました。お願いします。はい、ここで緊急ニュースです。はい、6月26日、田畑雅人さんが GM 決例会見にて結婚を発表されました。お祝いに親友の森助さんが駆けつけ、なぜか2人でキス。オリコンニュースの見出しには、見取り図同期の田畑雅人、20代堀田茜に女性と結婚発表、丸刈り芸人同士キスで喜びとなっていました。なんちゅうタイトルやねん、これ。長すぎるやろ、それ。そんな仲いい台あるんですか、ほんまに。すごいですね、オリコンニュース。オリコンニュースさん、はい、お二人は丸刈りではなく自然ハゲです。いや、分かってるんですよ、お前さん。それ分かってるんです、はい。ね、はい。丸刈り芸人、そうやね。多分、ハゲとか使えないんでしょうね、もしかしたらね、ニュースが。もしかしたらですよ。そうかもしれないね。ね、はい。はい、だから、はい、ということで自然ハゲ芸人でもおかしいと思いますからね。そうですね。はい。なるほど。そういう題名、長いんですよ、その前に。いやー、そういうことで、でも、おめでとうございますですよね。はい、この会見、はい、僕も出てました。はい、出てまして、カンペーションもね、言ってたんですけども、はい、よくお前結婚できたなって言われてましたけど、本当にまさか、はい、まさか僕いろいろね先越されてますよ、ね、私たちねいろいろ先越されて、はい、まさか森助行った後田畑も行かれるとはね。そうですね、はい、だからそのハゲ芸人つながりでいうと田畑のもうちょっと前、この1、2ヶ月前ですか、はい、大御所ケイケ君も結婚してますから、はい、まさかここ連続でほんまに行かれるとは。私実はですね、はい、新喜劇座員の中で、はい、田畑君の体型が一番タイプだったんですよ。体型が？体型がすごくかっこよくて。どこが？アメフトのプロテクター中に入れてるようなガタイ多くなんですよ。あの大きい感じが、ね、ガッとしてますよ、どっしりで。すごくスタイルいいねって声かけたことがあって、はいはいはい、あ、そうなんや。そんなこと言ってくれるのは峰屋さんだけですよって言ってきたのに、はい、まさか言ってましたね、20代美女と結婚ということで、はい、いやー、一回りぐらい離れてるそうですからね、すごいですよ。そうですね、うわー、これはいい人捕まえましたね、田畑君は、ねえー、モテましたね、この人優しいですね。そうなんですよね、おしゃれですしね、はい、腹立ちますね、本当にね、腹立ちますね、はい、田畑君、ご結婚おめでとうございます。以上、6月の新規ニュースでした。ありがとうございました。さあ、まみちゃん、お疲れ様でございました。ありがとうございました。すごいですね。本当に結婚ラッシュでございます。わあ、びっくりしました。すごいですよ。はい。ねえ、田畑くんも結婚。ちょっと待ってください。今気づきましたけど、新規デザインの、中堅、若手、ハゲ、全員結婚してるんじゃないですか。男。あ、大丈夫です。大丈夫です。辰巳智之君が結婚しません。大丈夫です。いました、一人。あと全員結婚してるんじゃん。森助と田畑大御所経験。うわ、本当です。あら。新喜劇の舞台中にハゲでいじられる座員さん、全員結婚してるな。本当ですね。そうやね。ハゲキャラといえば3人とも結婚しますよ、これ。うん、辰巳君はハゲキャラとかじゃないんで、はい、もういろいろ散らばって。いろんな、もう、歯茎とか、はい。もう汚いとかそういう系ですからね、すごいな。おめでたです。多いですね。ほんまにね。はい。だから森田君もそうですよね。結婚しますから。はい。はい、森田君もしょうがないニュースありましたけども、はい。女性です。でも悩みが改善されてよかったということで。ね。何やねん。ちなみに今も大事なところで包帯巻いてます。何やねんそのニュース。痛い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 って言ってはりましたね。でも念願ね。あの夢が叶ったんですよね。はい。いやね、すごいですよ。ほんまに。で、みんな今ダイエット中ですか。ダイエット中です。あの合同トレーニング。あ、太田先生のやりましたんで。ほう。あ、そうですね。あずさんもやってるんですね。はい、やりました。太田先生のもと。で、なんか聞くところによるとですね、清水ひろくんの奥様、はい、森田真理子さんが、ひろくん今ダイエットしますよね。はい。痩せてほっそりになって、モテたらどうしようっていうすごい心配してるそうなんですけども、マリコさん大丈夫です。モテません。でも分かりませんけどね。ただただこうやって結婚されるから分かりませんけども。そんな心配が。心配性ですね。マリコさん大好きなんでね。大好きですからね。
ほんでも初めて知りましたけど、高井さんそんなすごいとこまで行ってたんですね。すごいですよね。白川さんとやってる、天狗の白川さんとやってる、はい、すごいですよ。なんかもうさっきあの、うん、ご本人にお話聞いたんですが、はいはいはい、もう若い子の中で頑張ってんねんっておっしゃってて、うんうん、もうそうやね、バンドマンの若い人ばっかりでしょ、うん、若くてシュッとした人ばっかりの中で、ええ、もう俺がなって、うん、すんません、うん、おっさんがすんませんって言って、うんうん、あの MC から始めるんです。逆にそれがいいんでしょうね。あ、やと思います。お客さんも新鮮ですね、そら、はい、うん、でもやっぱりすごいな、はい、新しいですよ、それね。やっぱり MC では笑いを取って、はい、音楽ではもう聴かせるっていう、はい、ぜひこれ大会ちょっとね、なんかチラッとでもいい動画撮っていただければね、欲しいですよね。そうですね、はい、見たいですけど、はい、あと金丸ちゃんの大会終わってますので、確かね、あ、はい、4位ぐらいで、はい、4位終わったそうで、残念でございましたけど、はい、また出るって言ってました。言ってましたね、ね、はい、まだトレーニング続けてるすごいな、言ってました。みんなどなしたいな、なんかもう肩を大きくするとか言い出して、もうもともと大きいからすいませんけどね、すいません、まだねいろいろニュースあると思うんで、はい、4月も皆さん楽しみにしておいてください。さあ、というわけで、まゆちゃんありがとうございました。ありがとうございました。7月もね、はい、ニュースちょっとすいません、集めておいてください。よろしくお願いします。はい、もうあの、はい、健康第一で目つかさないで、はい、はい、ということで、今日のゲストは前田まゆちゃんでございました。ありがとうございました。皆さんも最後の時代でありがとうございました。ではまた、さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。